Zoom in Saturday. 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 違うでしょ。はい、これ野球のコーナーだし、一応ロックのコーナーだし、違うでしょ。マライア・キャリーさんやりませんか。こっち見てくださいね。これだけでありませんなんと怒涛の2週連続放送。来週はさらに面白い外国人の方が、2点、5点、2点、5点、タイムリーヒット。 マッサージ店があるという情報が、なんとここのマッサージをしてくれるのはなんとメイドさんなんですね。このアチラから来た観光客の外国人のちらほらやってくると。そんな中初めて都市にやってきたオーストラリアのロビンさんと、ナイジェリアのアーティストさん、初めて受けるその後もらいましょう。 靴脱いだ方がいいですよ。東京チーズね。ズームインサタデー。ズームインサタデー。佐藤もよく言えました。マライア先生のセクシーインフィニッシュでマスターしましたね。というものの皆さんには残念ながら侵害後藤さんの大活躍などで阪神に完敗。お仕事は何されてるんですか。中国の金本さんがヒット1本放ち、通算2000本安打まで、あと5本。 ちょっとやそっとね、マッサージじゃ聞かないじゃないですかね。本場のズムサタの発音を教えてもらおうじゃありませんか。それではレッツスタート。ズームインサタデー。活動家のアシスさん、足つぼやってないところを押していましたが、そんな表情に注目です。皆さん発音してもらいましょう。マライアさん、脱いだ方がいいですよ。ズームインサタデー。 希望の坪の人造サタデーから指定されていました。佐藤もよく言えました。マライア先生のセクシーイングリッシュで、佐藤さんはもうマスターしましたね。とは言えと勉強になりましたね。違うでしょ。はい、これ野球のコーナーだし、全然おかしいし。ズームインサタデー。こっち見てくださいこれだけではありません。なんと怒涛の2週連続放送。来週はさらに面白い 外国人の方が登場します。いやー、それにしてもね、本のスタジオ大爆笑でしたが、今日も平成ジャンプの皆さん来ていただいてるんで、まず中島さん、今日一番この中で面白かったのってどんなのありますか。すごい。マッサージをしてくれるのは、なんとメイドさんなんですね。この外国人もちらほらやってくると。リアクション最高。じゃあこのリアクションをご覧いただきましょう。もう一度オーストラリア出身のロビンさんと、どちらナイジェリアのアーネストさん、 初めて受けるアシスモノさん、お仕事はどうですか。だって腕とかすごい太いですよね。それやったらね、ちょっとえそっとのね、マッサージじゃないですかね。ちょっと弱くしてます。あ、優しくしてね。どちらが来られたんですか。 お仕事は何されてるんですか。こういうことね。こういうの面白いと。さあ、そして続いては山田さん、いかがですか。ちょっとマッサージじゃ効かないじゃないですか。